新型コロナが暗い影を落としています年末年始、牛乳の原料となる生乳があまり大量廃棄される恐れが出ています岡山県内でも酪農家が不安を募らせていますこのままいくと5000トンぐらいの生乳を、ね、捨てざるを得ないというような心配をいたしておりますのでやっぱり国民の皆さん方にできるだけ牛乳を飲んで 協力をしていいいいいたただきたいというののが心からのお願いでございますコロナ禍で飲食店などの需要低迷や年末年始の学校給食の休止などで酪農団体などで作る J ミルクによりますと年末には全国でおよそ5000トンの生乳が余ると試算されています。 千ル級の山々が連なるなぎ連山の南に位置するなぎ町中島東、豊かな自然環境で66年間にわたって酪農を手掛ける会社ヒジヤデイリーです。二代目経営者のヒジヤのりよさんは乳牛100頭を飼育し、年間およそ700トンを出荷しています。ヒジヤさんによりますと、コロナ禍で牛乳などの消費が低迷し、

コロナ禍で十分な量が入手できず地元の酪農家で分け合っていますトウモロコシなどの飼料も海外から輸入する原料や輸送費が高騰していて経営を圧迫していますなかなかあの改善されないので不安は大きいです牛乳の消費拡大を何とか進めていきたいと思っております 需要低迷が懸念される酪農業界農林水産省では消費拡大に向けた PR を進めていくことにしていますが先の見えない状況に土屋さんは不安を募らせています。